はい、どうもヒーローゆきです。私ソリエナです。今日は北海道富良野を観光してます。はい、そして私たちが今やってきているのは北の国からというドラマのロケ地ということで、拾ってきた家、そしてやがて町というところにやってきております。で、3カ所あるんで、今ここ一番最初来たんですけど、あと2カ所行ってみたいと思います。はい、メリメリランド。今日はレンタカーを借りてドライブしてます。札幌からやってきました。はい、左ですかね。はい、今拾ってきた家見てきたけど、見事にやりましたね。すごい、はい、すごい楽しかったです。あんまりストーリーを知らなくても、その建物だけでかなり楽しめる感じでした。もうね、このすぐ近くに2つ目の家があるんで、はい、6号の家というところに行ってみます。ここら辺かな。6号の森ですね。はい、6号の森。 1.4キロ、案内が出てきました。はい、この富良野のね、この景色がいいんですよね。いいですね、本当にいいです。で、富良野はラベンダーでも有名なところなので、ラベンダー見た後私たち来てるんですけど、そういうのもすごいね、どっちも楽しめますし、意外と札幌から2時間半ぐらいで来れてしまうので近いと思います。左です。6号の森、北の国から6地、黒板五郎の丸太小屋。丸太小屋が見れるんですね、嬉しいな。いや、あの廃材で作った家の数々の面白いことと言ったらすごかったね。すごい見事ありました。楽しかったです。あれ作るのも大変だと思う。いや、多分やった人たちはすごい楽しくやったんじゃないかなって思いました。うん、あれだけこだわって作ってるから。もうあれじゃないですか。あ、回収してるんだ、コロコロを。あ、すごい。匂いがすごい。ね、そうですね。ここら辺にきっと牧場あるんでしょうね。この辺、あ、ここ入ってくるんだ。この先、この先50メートルを左折ですね。畑に入らないで本当ですよ、畑に入りそうですよ。ここだ、ここですね。ようこそ北の国へ。北の国へ来ましたよ。およそ30メートル先、積み木になってる。楽しい。ああやって傾斜に。とりあえず今ね、駐車場に車止めました。はい、こちら6号の森にやってきております。ここからちょっと歩いていきます。ちょっとここからはまだ見えないけどね。どこにあるか。右じゃないですか。こっちか。これだこれだ。あった、6号の森って書いてあります。はい、こちら6号の森と書いてあって、入場するのはこちらです。9時半から5時まで。はい、こちらも一緒ですね。はい、こちらには丸太小屋第3番目の家があります。はい、気がつけば今五郎の生き方と書いてあります。1983年、まだ子供です。はい、これがね、だんだん成長していくんですよね。84、ちょっと大きくなる。はい、これがね、あれですよ、山小屋が火事になって燃え、あ、燃えちゃうやつですか。で、87になるとだいぶ、あ、87になるとジュンがなんか男の子っぽくなってる。これが初恋ですか。ああ、そうなんですね。へえ。横山めぐみさんとレイちゃん、レイちゃんと初恋になる。レイちゃんと初恋してるんですか。こちらが89で、だいぶ大人になりましたね。もう大人ですね。はい、で、入り口はね、あちらで入場をしていきます。北の国から黒板五郎の丸太小屋、炎は、灯火は小さくてもいつもあったかい、書いてあります。こっちも入場料500円。はい、で、3つ一緒に回ると1200円。はい、はい、これ北の国からかな、なんとかの富良野大地って書いてあるから、すごい立派な建物です。で、こちらがご案内、入場券発売ということで、ここで券見せていきます。こちらがお休みどころになっています。はい、こんにちは。2人、はい、あ、中でちょうどなんかやってますね。写真がいっぱい乗っかってます。こちらですね、丸太小屋、早速出てきました。ここで実際にね、ロケが行われてたっていうことなので、ちょっ
中を見るのも楽しみなんですが、すごいログハウスすっごい立派です。いや、そこにちゃんと五郎さんの名言、倉本壮さんの書いてあるのがありますね。ではでは、お邪魔します。勝手口っぽいですね、もうお台所です。靴で入ってこれちゃいます。へえ。でも水道がない。あ、本当だ、水道ない、水道ない。でしかもこれ多分この木のやつにこの貼ってあるんですよね、この板っぽいものが、そんなんで作れるんだっていう、なんか勇気になりますね。いいなあ。わあ、これだけ組み上げるの大変ですよね。広いね。はい。あ、上にも行けるんだ。登らないでくださいって書いてありますけど、上にも行けそうです。で、今は使われてないですけど、ここで調理とか暖を取って、で、あそこの上から、煙を出すような感じになってるみたいです。すごい広いですね。こっちにもロフトがあるんだね。そうなんだ。なんと、あ、本当ですね、ロフトありましたね、はい。この夢の丸太小屋はこの頃電柱が、電信柱がそれまでの丸太からコンクリートの柱に代わり、古い電柱が捨てられ始めたっていうことで、五郎はその電柱材、電信柱材で丸太小屋建てている。あ、なるほどね。電柱だったんだね。どちらにしろ廃材ってことですよね。これが電柱だったんだ。すごい電柱だったんですね、一個一個が。黒板五郎3番目の家、84夏、87初恋、89帰郷で出ているところですね。あ、なんかこの森の中っぽいところもすごいいいですね。いい雰囲気ですね。はあ、ちょっとこの小道も曲がってて、で、あの奥に明かりと赤い屋根が見えてくる感じがすごい素敵ですね。はあ、出てきました、3番目の家。来ました。おお、すごいな、廃材が。ここですね。ここですね。そしてこの左側のやつから見ていきません？お風呂？お風呂なんですか？お風呂ですね。お風呂なんだ。あ、ここで火をして、で、ここに入る五右衛門風呂だ。すごい、石でできてる。こんなんなってんだ。なんだろうって思ったんですよ。あ、上のね、はい、風緑みたいな。で、そしたら屋根にある風力、あれ風力発電らしいんですけど、あの材料は何でしょうかって書いてあって、バスケットボール、浮き輪、中華鍋って書いてある。なんかいいなあ。ちゃんと二重になってるんですね。そうですね。土足厳禁ということで、うわー、すごい屋根が2階、2階もあるんだ。すごいですね。ここで生活しようと考えるところがすごい。廃材の家に住む。で、ここが勝手口。ここで炊事とかするんだ。でもちゃんとガスがあります。ここはなんか見た記憶がある。なんかあるかも、ここら辺。この家でジュンは初めて独力で風力発電を作り成功させた。そうだそうだ。へえ。このシーン覚えてます？いろいろなんかね、発明するのが好きだったんだよね、この頃。あ、ジュン君。ジュン君はそうなんだ。それで作ってたんだ。いやー、味がありますね。いやー、すごい歴史を感じますね。もう30年ぐらい前。はい。もう一個のところも行ってみましょう。行きましょう。メルメルランド。あとね、もう一箇所あるんでね、3箇所目行ってみたいと思います。石の家です。はい、石の家行きます。北の国からを見てなくても楽しめる。そう。面白いよね、別に。面白い。家の作りが。うん。あと、なんか、ことごとく水道がない。そうだね。あの、シンクはあるんですけど、水はどうしてるんだろう、汲んできてるのかな、みたいな作りになっています。楽しいです。そして富良野のこの景色もいいですよね。いいですね。
のどかで広大な景色が広がっています。来ましたね、石の家。黒板五郎の石の家。はい、ただいま石の家に着きました。こちらです。進めましょう。新宿1981北の国から石の家と書いてあります。こんな感じの場所、やっぱり向こうはまたメロンとか売ってるみたいです。はい、こちらが入り口になっていますので行ってきましょう。ここでもいろいろお土産が買えそうです。ラーメン、純度こっちです。はい、純度はこちらだというので行ってみましょう。はい、ここで北の国からということで撮ります。写真も撮れます。はい、こちらもですね、案内が書いてあるんですが、いつね、どんなドラマをやってたかっていうのが書いてあります。拾ってきた家のところと同じものがここに展示されてます。はい、で順路はこちらなので、まあ、左の方に入ってきます。いいとこですね。五郎の石の家からの伝言バーム。おいらが作った石の家見るかい。見てて。はい、こちら緩やかな上りを上がっていきます。はい、今ね、向こうから登ってきてぐぐっと来まして、そしてあっちの方まで行くんですけど、北の国からクイズ。はい、たまにこういうのが。五郎さんの奥さんの名前は何というでしょうか。黒板玲子。どっちの感じでしょうか。あ、多分こっちだな。みるみるランド、こんな風にあの案内がありました。今ここにあるのが羊の牧場なのかな。なんかいい感じで風車もあります。行ってみましょう。おお、ほんとすごい。いやー、この広大な雰囲気が北の国からの世界観を表している感じしますね。これめっちゃいいね。いいですね。すごいいい雰囲気です。もう石のいい雰囲気がすごいこの緑にマッチしてます。うん、ここが羊飼ってたところ。羊小屋。おお。羊の放し飼いするところ。こっちは？あっちも多分その小屋だと思います。羊とかの。いいな。あとあっちはなんか石組みになってますよ。本当だ。これはいい、本当絵になるね。絵になりますね。あの風に吹かれて、あの、あ、風車、風車、風緑が回るのがいい感じ、すごい。はい、じゃあ中見てみましょうか。すごいですね。入りましょう。あの瓶の底みたいなやつ、またあれ瓶じゃないかな。うん、あ、すごい、お花が備えてある。本当だ。へー、あー、ちっちゃなロフトが素敵ですね。ね、うん、あっちお風呂なのかな。なんか石段の上、うんうんうん、風呂っぽくなってる気がします。入っていいのかな。土足厳禁ってこと。あ、いいんじゃない。じゃあちょっと邪魔してみます。あ、好きな方はきっとここにね、お花をお供えされるんでしょうね。そうですね。あ、本当に使ってますよ、ここの暖炉。石の暖炉だ。めちゃくちゃかっこいい。え、お風呂。あ、お風呂。はい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 、お風呂があります。ちゃんと田中邦衛さんが入ってる写真と、え、しかもかなり広い。本当だ。うわ、広い広い、大きいです。ああ、こうなってるんだ。どこから沸かすんだろう。外からさっきね、火入れるとかってありました。そういう感じですね。いいっすね、めっちゃ。なんか一言、いいね、一言。田中邦衛さんっぽく、五郎っぽく。田中邦衛さんっぽく。いや、五郎でお願いします。ここが俺らが作ったお風呂場だよ。
です。いいな。これがお風呂なわけで。こういう感じですね、入るとね。あ、これより先は立ち入り禁止ということで、上には行けないが、ここで寝てたのかな。いい感じです。生活感あります。あちらがね、お風呂で今がありまして、ここが渡り廊下みたいになっていて、こちらの方にキッチンがある感じですね。どうですか？キッチン見ました？はい。ここ水道ないよね。ないし、しかも今回木の枠ですね。木枠ですよ、木枠。あれから水出んのかな。あ、実はそこはそうかもしれないですね。ここから勝手口があるので行ってみましょう。テーマ曲流れてます。本当だ、テーマ曲が流れてます。なんかこういう世界にやってきた感じがすごいします。これが2020年の夏だったわけで、2022年の夏だったわけで、暑い夏だったわけで、二人とも汗をかけながら家の見学をしたわけで、これでこの動画は終わるわけで、よかったらグッドボタンとチャンネルを登録をよろしくしてほしいわけで、してほしいわけで。みるみるランド実は終わりじゃなかったわけで、はい、こちらが維新の家だったんですが、はい、次に終わりじゃねえんだよ。終わりじゃない。最初の家があんだよ。最初の家があります。最初の家があるんだよ。違う、あるんだよってはい、最初の家にやってきました。こちらです。はい、最初の家はね、木造らしいですね。木造ですね。本当に年季感じますね。はい、これが俺たちの家かよ。あ、言ったんです ね、 ですね。ちっちゃい順がこんなとこに住めんのかよ。東京からやってきて。あ、確かに東京からやってきて、確かにこの森の広大な森の中でポツンと一軒家、ここに俺たち住めんのかよ。離れもあるよ。なんだろう、炭焼き小屋みたいな。ちっちゃいね、やっぱり最初ジュンとホタル。あー、最初の家だからちっちゃいですね。最初のドラマシリーズ、親子3人で修理をしながら、はい、あ、入ってすぐ上がロフトになっていて、でここが1階今かな。でここにストーブがありまして、こちらが多分キッチンでしょう。お台所です。でこちらが、あ、ここから2階に上がれるようになってるみたいですね。はい、で出入り口はこちらからできると。なんだろう、馬小屋っぽいですね。確かに、ここが俺たちのその家かよってなるよね。なりますね。で、ここはね、土足 OK みたいなので、よいしょ、上がってみます。で、ここが土足、現金。はい、こんな感じで畳が敷いてありますね。隙間ありありですね。寒そうです。冬寒いだろうね。上から見るとこんな感じ、下の景色。はい、こんな感じで見てきたわけで、はい、これが本当の終わりなわけで、はい、初めてこのストーリーも知らないで見に来て、もう結構楽しめてしまったという。いや、楽しめましたね。3カ所、これ1200円で車でね、ツイッと行けば結構近かったので、はい、楽しい旅になりました。ぜひ来るときは3カ所来てほしいと思います。思います。今回の動画良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 SNS もやってますので、インスタ、ツイッター、Facebook など遊びに来てください。それではまたねー。